こんにちは、ダイレクトナイスタジオの広島です。今回はクリスマスシーズンにおすすめのピアノ弾き語り曲ベスト5をお届けしたいと思います。第5位はワムのラストクリスマスになります。このラストクリスマスはですね、コード進行が非常にシンプルなので、どんなキーでも演奏しやすいようになっています。コード進行として1625の繰り返しになっています。この動画ではですね、キーを、G キー、ちょっと待ってくださいね、 G のコードでやったバージョン、そして B フラット、 B フラットなどは普段慣れてないという方も結構いらっしゃいます。B フラットですね、そして、このように右手のコードの押さえ方も分かりやすいように表示しています。そして、これを親指、このような形で解説していますので、もう非常に分かりやすく歌えるようになると思います。 B フラットと G とあと D キーですね、この3つのキーで解説していますので、できればですね12キーどれでもできるようになるといいと思います。第4位はビーズのいつかのクリスマスです。これもですね、非常に切ない曲で弾き語りするにはぴったりです。このようにコード進行を入れながら、ゆっくりと12月の明かりが灯り始め、慌ただしく踊る街を誰もが好きになる。これが最初の A メロの流れですね。ピアノだけで弾くとこのように歌いながら、どのコードを押さえるか、そしてコードの押さえ方も丁寧に、 B セブンスは左手が B、 右手は A、 そして D シャープ、 F シャープ、そしてこのようにコードの押さえ方なども丁寧に解説していますので、一曲を通して演奏ができるようになると思います。そしてですね、ダイアトニックコードのナンバーも振ってありますので、G キーじゃ高いなという方は F キーにしたり、また女性だったら上げキーを B フラットに上げるなど工夫して演奏を楽しんでみてください。第3位はマライア・キャリーの恋人たちのクリスマス。これも聴かないクリスマスは絶対にないくらいに有名な曲ですよね。これもですね、ちょっと5年前に作った動画なんですけれども、しっかりと解説してますね。というパターンになっていきます。まず右手ですが、このようにデモンストレーションを、コードと押さえ方など丁寧に解説しながらやっています。そして、歌のところですね、歌のところが、次は B 分の G、これは右手の B、D、G、このままに押さえたまま左手が B に移動します。G キーの1、そして3分の1、そして4、左手が C、そして右手は C、 でこの次ですね、4マイナーのところですね、次は E フラット分の C マイナー6、ここが非常にかっこいい進行になってますね。4マイナーを使ってベースがフラットサードの音、 E フラットの方に行っていますので、非常にここがグッとくる流れになっています。これはですね、ちょっと原曲のまま歌うというのは、女性の場合はいいのかもしれないんですけど、僕は解説をしている時、やっぱり歌はこのキーだとちょっと大変ではあるので、実際にこのコード進行を学んだら、最終的には自分の弾きやすいキーに変えて歌ってもいいと思います。もちろん、ピアノだけを弾いて他の方の歌の伴奏というふうに弾くのも楽しいかもしれません。第2位は山下達郎さんのクリスマスイブ。これも名曲中の名曲です。そしてですね、これピアノ弾き語りに非常に演奏しやすい、そしてコード進行もシンプルながら、やはりツボを押さえた流れになってます。原曲の A キーのままやってますね。雨は夜更け過ぎに雪へと変わる
左手が E で右手は C シャープ E。このように一つずつのコードの押さえ方もしっかりと解説しています。ですので必ず弾き語りができるようになると思います。そして第1位は白い恋人たち。こちらはですね、ピアノ弾き語りのコードもいい形でたくさん出てきてますし、本当に歌いやすい、それが今回1位に選んだ理由ですね。という部分からまずやっていきましょう。最初は G コード、左手で G、 そして右手では B、D、G と押さえます。この G コードを2回ワン、ツー、そしたらAm7、 左手が A、 右手が C というふうに、これもコード進行とコードの押さえ方とゆっくり解説していきますので、まずはピアノをしっかりと覚える、そしてピアノが弾けるようになったら今度は歌を合わせていく、そうすることによってピアノ弾き語りが楽しめるようになります。いかがだったでしょうか。クリスマスシーズンにおすすめのピアノ弾き語り曲ベスト5、正直ですね、これどれが5位どれが1位というよりはもう全部弾いていただきたい、そして覚えていただきたい楽曲ですので、このシーズンにぜひ挑戦してどの曲もピアノ弾き語りで楽しめるように練習してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。